こんにちは。今お昼です。はい、ソフトバンクの株買うのやめて、S&P500 で18ヶ月、積み立てにさせてみましたよ。で、結果を公開いたします。でなんでそもそも私 S&P500 で積み立て NISA やってるのってことについて、まさに今こそですね、この理由を皆さんと共有したいと思います。はい、資産の推移、楽天証券でやってるんですけれども、これ棒グラフが18本ございます。もう早くも18ヶ月ですよ。20年のうちの18ヶ月が過ぎました。私55あたりでね、受け取りに回るんですけれども、いや、年は取りたくないなぁ。はい。で、18ヶ月でね、益が出てるんですけれども、ここね、はい、26万ぐらいね、儲けてることになってますね。ほいで、これなんですけれども、積み立て NISA で S&P500 やっていて、で、ちょっとだけナスダック100も買ってます。これも積み立てでやっております。で、この内訳をちょっと見ていきますとね、まず、これナスダック100の方です。これね、10ヶ月しかやってないんですよ。積み立ての2年目におきまして、毎月16,667円やってます。これなんでこんなことやってるのっていうと、楽天で積み立てやると、月5万まで、だから年間60万まで、ポイントが 1% もらえるんですよね。で、もらったポイントを投資に当てることができるんで、すんごくいいわけですよ。で、NISA 枠が40ありますよと。その余った20万について、ナスダック100をやってます。はい、で、メインがこちらですね。S&P500 です。途中からさ、33,333円に減ってますよね。1年目がね、8ヶ月、5月から始めたんで、8,5,4,10で40万の枠使えたんですけれども、2年目になりますとね、積み立て NISA は40万でしょ。で、楽天ポイント 1% ももらえるんだけれども、残りがもったいないわけですね。1年目はね、8ヶ月しか、5月から始めたんで積み立てることはできなくて、月5万ずつ8ヶ月で40万ね、積み立て NISA の枠が使い切れたわけですよ。2年目からも積み立て NISA の40万を一生懸命使おうと思い、これ40万割る12でね、33,333円なわけですね。これを12回やって40万積み立てます。まあ、そういうことでございます。で、楽天のポイントがもらえる60万については、40万をさっぴいた20万について、で、先ほどご覧になりましたナスダック100の積み立てをやってるって感じです。ほい。そしてね、はい、個別に見ていきますと、これがね、ナスダック100インデックスファンドの方なんですけれども、16,600円ぐらいを買って、そして今189,000円になってますよってことで、22,000円儲けてるんですね。やったー。ほいで、S&P500 の方が733,000円買って、今238,000円ぐらい儲けてるって感じですね。どっちが優れているかってことについては、単純に比較はできませんよね。だって、買ってる金額からさ、始めた時期からさ、違うからね。はい。じゃあ、ちょっとどっちが優れているのか比べてみたくなるじゃない？そういう時にね、パーセントが大切なんですけれども、ここをね、いいとやるとパーセントが出てきますからね、パーセントに切り替えてみましょうね。するとこうなりまして、何パーセント儲けたかっていうのが出てくるんですけれども、例えばこれね、16,600円が189,000円になったって、これ儲けをね、この16万で割っただけですから、これね、年換算しておりません。ちょっと検算してみたら合わなかったんで、あ、これ年換算してないな、単純に割っただけよってことが分かりました。それからね、これ楽天ポイントの部分も考慮してませんから、このパーセントは年換算前、ポイント考慮前ですよ。楽天証券で口座をお持ちの方は注意してくださいね。じゃあ、年換算してみましょうよと。13.6%
10で割って12かければね、年換算できますんで、16.32% でございます。あ、結構いいですね、これ。積み立てだからね、安心安全だしね。さてと、S&P500 はどうだって。こちらも同じです。年換算前なので、年換算しましょう。こちらは18ヶ月なので、18で割って12をかけますよ。そうすると 21.69% ですね。ナスダック100の方よりも S&P500 の方が、これ利率高いのは、それは始めた時期がね、うんと早かったからですね。そこを考えて、今年から始めたナスダック100っていうのが 16% というのは結構頑張ってるなって思いますね。さてと、それから5万まで、月々5万まで 1% ポイントもらえるよっていうのを私フルに活用してますので、これ本当にね、投資に回せるからね、福利効果も得られることがね、期待できるわけですよ。だから単純にこのね、16.32 に 1% を足して 17.32%、それからこの S&P500 の方もね、21.69 に 1% 足して 22.69% っていうのがね、正しい利率だと考えております。ではと、ほい。ソフトバンクを買ったとして、どっちが良かったのかしらってね、ことを考えてみますね。私迷ったのよ。ソフトバンクにしようかどうしようか。ちょっと補助線入れました。これが1500、ここが1300、ここが1200です。でね、これ、この辺がね、去年の5月あたりですよ。ここから積み立て始めたんですけれども、ソフトバンクがね、下がってくれなかったんですよ。例の疫病の騒動の時に、なんと1500が1300円ぐらいまでしか下がりませんでした。大台でちょっと簡略的に計算しますよ。たったね、13.33% しか下がってないんですよ。もっと下がってくれりゃね、あの上に行く時にさ、買ったのにな。でね、見てほら、このここでドカーンと下がってるじゃない？ 1500 から1200までね。これが菅さんの携帯値下げと PO ですね。1500がね、1200まで下がっていって、まあまあ個別のリスクですよ。これでもね、20% が実は下がってないんだよね。まあ、20% も下がったっていうのは大変って思うけども、これがあったんで、この疫病の時のこの下げが全く霞むという状況。本当にこのソフトバンクって、市況リスクに強いですよね。ただね、強すぎたわけですね。普通にうんと落ちてくれて、で、戻りを狙って乗っかるような買い方ができたのにな、落ちてくれなかったなっていうのが逆に残念でしたよ。それプラス、まあ、強いとは言ってもさ、ソフトバンク、まあ、日本株なわけですよ。あとこれ、ね、積み立てするっていうのはちょっと現実的じゃないですからね。どうかなと思って、結局ね、S&P500 にしたわけですけれども、はい。これソフトバンクの冷やしをちょっと拡大したやつです。ここがね、実際私が、NISA を購入した時でして、4月の頭ぐらいに、ああ、もうこれも資金は回復するなと確信したんで、すぐに手配したわけですよ。でね、結構時間がかかりました。口座開いたりとかね。そして、実際買うのがさ、翌月の月初だよってことだったので、最短で5月の12日、ゴールデンウィークもありましたからね、ここで買うことができたんですけれども、ここから積み立て開始したわけなんですが、どうですかね、もう1400円なんて軽く超えてるわけですよ、この辺ね。でね、4月中に例えば買ったとしてもどうですか、もうすでにね、1400円回復してやがるの。ほんと足腰が強いですよね、ソフトバンクってね。まあ、ね、落ちないし、そもそもがそんなに。13% だもんね、すぐ戻るしね。あと長期的に持っていて、配当をね、稼ぐ、日々使っていくっていう、本当にね、早期リタイアするような方に向けて、最強にいい株だなって私、本当思うんですけどね。ただこれ、積み立てとかはね、実質無理でしょ？でね、一発でね、例えば1400買ったらどうだろうなっていうことで、ちょっと比べてみたわけですね。はい、そしたらね、あの計算の仕方として、まあ、1400円ぐらいで買ったとしてですよ、この界隈でね。で、ちょっとね、1600ぐらいは行くんじゃないかと私は思ってますから、
これ1400っていうのはちなみにね、見てみてくださいね、新時代の中値ですよ。もう1600円ねいったもんね。で1500がそこになってる感じだもんね。だから1500から1600の間でレンジになってくれる感じを醸し出してきて、やったーと思ってるんですけれども、直近高値が1600、直近下値が1200のね、大台を使って見てみてくださいよ。ちょうど真ん中が1400ですからね。新しい時代に突入しましたね。で、まあ1600にはと、まあ、すぐすぐというか、まあまあ行くだろうという想定で、まあ、1400が1600になるであろうと。ちょっと甘い計算だけどね。ただ配当もね、去年の5月とか4月に買ってりゃさ、3回もらえてるわけですよ。 43×3 回ぐらいかな。だから、値上がり益が200、配当が、43×3 の、129でしょ。足すとね329の儲けで、利益率が 23.5% になります。これが大体18ヶ月持ってた時に儲ける金額でございます。結構いいですよね。ただね、これちょっと私意外だったんですけれども、積み立て NISA S&P500 があった年換算前の数値ね、18ヶ月の年換3ヶ月する下が真ん中や、する前の利率がさ 32.54 でしたよね。そこに楽天ポイント 1% を足すと 33.54% になるわけですよ。ほら、これちょうど 10% ぐらい開いたんだって思って、あ、こんなに開いたんだとね思って、そうなのねってね、今回ちょっと計算してみてね、つくづく思いましたよ。ほい。そしてじゃあね、 S&P500 をね一発買いしたらどうだったのかしらってね、今ちまちま買ってるんですけどね、それはね一発買いの方がいいでしょうよ。ちょっと補助線引きました。だいたいこの辺り一発買いしたとしましょう。今ねちょっと下回ってますけどね、4500ポイントあたりはね、ざっくり 1.5 倍以上にはなってますね。たださ、これねざっくり3割ぐらい下がってるんですよ、例の疫病でね。ただね、ソフトバンクはね 13% しか下がってないんですね。だから本当にソフトバンクって偉いよね、足腰強いよね、市況リスクに対してね。でリスクはねやっぱり高いわけですよね、 S&P500 といえども。ほい。ちょっとまとめますとね、ほい、 S&P500 で積み立てにした18ヶ月 33.54% 儲けましたよと。これ楽天ポイントも含んでます。それに対して同じタイミングでね、1400あたりでソフトバンクを一発買いしたとしましょうか。あ、すると 23.5% でしたと。ただこれ税前ですからね、20% 税金引かれたとして 18.8 になります。このさ、金融所得増税が 30% になったりなんかするとちょっと悲しいよね。でこれね、1600でね、先ほど申し上げました通り概算でやっております。ちょっとね、あのいい風のちょっと評価になってますけどね。当然配当も加味してございます。まあ、配当がバンバン出るからね、長期持ってるソフトバンクいいんだけどね。でもどうだろうな、 S&P500 の積み立ての方が魅力的だよって、まあそういう話なんですけども、ちょっとね、同時期に S&P500 一発買いっていうことも加味しながら、これがいいよって話にね、これから持ってきますからね。はい、一発買いした場合 150% ぐらいにもなってるんだけども、これ税引き後で120ね。まあすごいね。でもね、ただほら、これリスク高いわけですよ、あのタイミングで一発買いってさ。でもっとね、高いリスクを私は取ってまして、テスラ投資持っていて、あれも2倍どころじゃないですよ。で本当にリスクを取りたいんだったら生テスラ株が最強なわけですね。まさにね、4倍どころじゃないもんね。今ちょっと下がってますけどね。まあ、そういうことですよ。リスクとリターンの両方を考えていくと、リターンはさ、一番高いのが S&P500 でぶっちぎってますけども、2番目に来るのがね、S&P500 の積み立て NISA でしょう。で、その次にソフトバンクかなって感じになりましたね。ただね、このリスクを考えてみてくださいよ。もうぶっちぎりで高いのは S&P500 の一発買いですね。で次にソフトバンクでございます。さすがにね、ソフトバンクはリスク、足腰強いリスクっていうか、その、すごく市況に流されないいい株だとは言ったってさ、1回1200もつけてるもんね。誤差リスクもあるからね。
で、それに引き換え S&P500 の積み立てニーサっていうのは無敵ですよね。その無敵な理由をこれから言いますね。リスクに関してね。これ想定通りの結果に今なったかなと思ってまして、あ、これからも S&P500 の積み立てニーサは続けなきゃなって思ってます。ちょっとリスクの復習しましょうね。皆さんご存知だと思います。ドルコスト平均法をさっと復習しましょう。これものすごくリスク低いですよってね。特に10年以上続けた場合ですね。これ、このほら、ドルコスト平均法ってこの投資金額を毎月一定にしますよってやつですからね。16,667円は一定なわけですよね。で、数量と単価が逆に振れるわけですよ。どういうことかと言いますと、はい、株価が上がりましたよってなんか嬉しいなって思うけれども、でもね、買う金額っていうのは16,667円で固定なんで、数量が減るわけですよ。ちょっとしか買えないのね。それに対して、株価が安いぞって時は安くて嫌だなと思うかもしれないけれども、買う金額一定だからなんといっぱい買えるわけですよ。8200に対して10761も買えちゃうわけ で、最終的に全部買ったこの口数に単価をかけたのが評価額ですからね。だから安い時にうーんと買っといて、長期持って値上がりで嬉しいなっていうのがね、いいわけだから、はい、株価が下がるとたくさん買えるので逆に嬉しいぞというね、もうこういう効果があるから、もうここ、心地いいわけですね。はい。でさあ、日本株暴落の三大悪政策ってね、ちょっとしつこく動画にしてるんですけども、自民党の公約で3つね、どうなるのかってちょっと調べてみたんですね。金融所得増税は記載がありませんから、これ先送りになりましたね。まだまだやる気みたいですよ、この人。で、預金課税ってさ、高井さんがちょろっと言ってたけど、流動資産に課税しちゃったやつね。これも記載なしなんで先送りになりましたね。で、四半期決算の廃止がね、これしっかり載ってたんで恐ろしいなぁと思ってるわけですよ。もう投資なんて全然この人はね、やったことないんだろうね。でと、そういう状況ですよ。ならばさ、もう増税に対し無税のニーサを使わざるを得ないというか使うべきですね。さらに投資対象も S&P500 のような海外ものにすればさ、対抗できるじゃん。もう自己防衛の手段はもうこれっきゃないかなと思ってます。はい。でさ、岸田さん、増税ってさ、もう社会主義に舵を切るような感じだね。これを受けての円高だったりなんかすると、キャーですよ、もう。でね、いやー、びっくり。110円を今超えてますよね。でね、120円あたりになるかなってところで、多分ね、日銀が介入してくるかなとちょっと思うんですけれども、私はね、S&P500 の観点から言うとね、ルンルンよ。だってね、円安になればね、評価上がるからね。私のテスラ投資もね、円安の恩恵を受けて、これから上がっていくでしょうよ。で、はい、これね、輸出は有利なんで、円安だからね、関連株は恩恵を受けるでしょうけれども、長期的な視点で見てるとどうですか？日本の評価がうんと下がってるってことですもんね。長期的な発展って果たしてあるのかなってね、心配になってくるわけですね。これはこれから冬ですよ。原油がただでさえ高騰してるのにもかかわらず、円安になっちゃったりなんかするとさ、もう大変。輸入品が高くなるからね。物価上がるよ、これ絶対何が何でも。100% 間違いなく。だとさ、不況になってその中でも増税なんてことになるわけ？もうね、ならばさ、あれ、金融所得課税に関係ないニーサを使うし、日本株が落っこっちゃったりなんかとしても S&P500 だったりなんかするとね、海外もんだからね、まあ、安全は安全かなってね、思うわけですよ。だから 100% 日本株っていうのは危ないかな。S&P500 を積み立てNISAで私がやってるぞって、これからも続けるぞっていうのがまさにこういう話でございました。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。